スケジュール管理や文書作成など、多忙な上司のサポートをしてくれる秘書。仕事ができる女性がついているイメージがある職業ですが、実際のところはどんな感じなのでしょうか。2008年の5月に、秘書に関しての質問すれが立ちました。元秘書だけど質問ある？今はニート1年目です。よろしくどうぞ。何の秘書してたんだ？社長っす。と言っても小さい会社だったから、あんまり上下関係とかなかったです。社長と平社員が毎週末一緒に飲みに行くような感じ。秘書ってどんな仕事してるの？私はスケジュール管理とか、アポの受付とか、接待とかも結構多かった。メス秘書イコールガーターベルトって認識は間違い？間違い。少なくとも私はなかった。間違いか、なんだ、そうなんだ、現実は厳しいね。厳しいっす。全体的には上下関係なくても、先輩秘書とか厳しいっす。無論女だよな。だ、もうすぐ賞味期限切れます。もらえてねえ。先月親にお見合い勧められてしまった。給料について詳しく。私は最終的には500万年くらいだった。会社によって違うんでは？秘書って愛人がなるの？秘書検定取った？そうでもないです。一応取った。秘書か、セクハラとかされた？これがあるんだ、テレビだけかと思いきや。社長からはないけど接待の時とかさ。本当になんなのああいうおっさん。ガチでケツ触られんのか。俺のじいちゃんもそういうことしたことあるらしいので、一言言ってやってくらはい。お触りから言葉のセクハラから、各種取り揃えております。偉いからってセクハラしてんじゃねえよクソボケ。加齢臭やら整髪料やらとにかく臭いんだよ。最近はセクハラにもだいぶ厳しい目が向けられるようになりましたが、こちらのスレが立てられたのは2008年です。これからの時代は、男女問わずセクハラがなくなっていくといいですね。スレ内ではスレ主が秘書を辞めることになったことの話題に。なんでクビになってニートになったの？自分で辞めました。いじめというか嫌がらせというか。いじめと嫌がらせって何されたの？確かに性格若干悪そうな感じがレスから出てるから、敵が多そうだけど。若いからって調子に乗って、とか、ロッカーから変な液体が垂れてた時は泣きたくなった。基本的に文句は自分の中に留めるタイプだから、愚痴ったりとかはないです。犯人が男だったら、し、女だったら折、の、デフェ？いや、なんか透明でベトベトしてんだよ。サンダルが悲惨なことになってて泣いた。テイマニーとか、お見合い頑張れ。さい、お見合いなんてしたくない。おっさんばっかじゃない。で、今年は？に、まだ30歳にはなってないっす。まだ猶予はあります。まだ賞味期限全然余裕じゃん。秘書かわいいよ秘書。いい相手が見つかるといいね。そう言ってくれると嬉しい。でもニート出し出会いもないですけどね。秘書ってどうやってなるの？普通に募集してるのかな？私は本当は普通の企画とかやってみたかったんさ。でも、面接の時に社長に、秘書検定持ってるんだねー。結構美人だし秘書やらない？って言われた。そこで戸惑いながら、入っていったらその場で合格。どんだけ。秘書として採用されたの？それとも配属になったパターン？採用されたのは秘書としてだけど、その場で配属されたというか、よくわからん。秘書ってやっぱ若い子限定なの？60のおばはんが秘書とかなえるだろ。どうだろうね。先輩は30代の人だったけど。机の下に潜り込んで、社長にフェ、した？しないっす。実際そんなことまずないから。女性秘書の間で男社員の噂話とかするの？たまにあったなぁ。後輩が入ってきた時に話したりした。後輩が入らなかったらもっと早くに辞めてたかもな。純粋に秘書の仕事内容や、人間関係についての質問もありました。接待ってキャバクラとか予約すんの？会社利益より個人的な利益優先なの？キャバクラはなかった。出張先のホテルの予約とかはやったな。会社優先でないの、知らないけど。秘書の仕事はどれくらいこなせてた？周りからの評価はどうだった？普通にできてたと思う。社長からも褒められたりしたし、平の人からも割と好かれてた。ただ先輩にはすこぶる嫌われてた。接待ってお酒必須なんすか？必須でもないけど、いるときはいる。接待は先輩の次に嫌いだったな。基本的にインドアな人間なもんで。月の残業時間はどのくらいでしょうか？30から40くらいかな。月によって違うし。秘書より受付の方がいいな。秘書なんて話す機会ないもん。だね。でも取引先の社員さんとは結構あったよ。たまにご飯食べにも行ったし。受付嬢は腹黒い。腹黒い受付嬢の話なんかしてよ姉ちゃん。出張先の会社で、受付の人に会社の中を案内してもらうことがあったんだけど、社長がトイレに行ってる間に結構いろいろ言われた。若いのに秘書だなんて体打ってるんだろうとか、整形してまで秘書になりたいのかとか、そんなようなことをがっつりと。腹黒いっていうか普通に気違いだな。お前の周りにはそんなのしかいないのか。後輩はいい子だった。先輩の攻撃を華麗にかわしつつ確実にダメージを与えてた。今も結構連絡来る。ご飯に誘ってくれるけど、お外が怖いので。元秘書のエロエロな話とかないの？ないっすねー。病院で障害あるっぽい人に、しよう、って言われたことはある。スレ主は飽きてしまったのか、途中でスレからいなくなってしまっていました。
スレ主がいじめを受けて仕事を辞めたということから、スレ内では幼稚園や看護師などの女性が多い職場は恐ろしい、という内容の話も。続いてのスレも元秘書によるもので、こちらは2008年の3月に建てられました。元秘書だけど質問ある？今では自宅警備員です。なんだ男か。女でありんす。2年前に会社行ったらいきなり首宣告されましたよ。ニート歴2年でもうそろそろ働かなきゃなー、と思いつつもまたネット。ニートっていいもんですね。何歳？今26歳。24で首になりました。何の秘書？議員とかの？普通の企業の社長秘書。偉い人に調教されてた？尻触られたりはあったなー。エレベーターで股間押し付けられたりもあったわ。なぜ首になったのか。それがさっぱり。セクハラされて睨んでたからかな。仕事はまあまあこなしてたつもりだったんだけど。一応首になった時に説明ぐらいはあっただろ。いきなり、もう来なくていいからだけ？そんな感じ。びっくりだ。言ったら周りの反応が哀れみを帯びた感じでね。社長から直々に首宣告。先ほどのスレ主と同じく、こちらのスレ主も秘書からニートになってしまったようです。ただこちらのスレ主はいきなり首にされているあたり、なんだかかわいそうな気がしますね。本館長で秘書募集してるよ。秘書の資格持ってる人なら即採用だよ。そんな館長とかではやりたくない。っていうかもう秘書は嫌だ。普通の社員がいいかな。ニートが一番だけど。館長で秘書やって、将来偉くなりそうなキャリアを捕まえて結婚するのは美味しいよ。嫌だ。噂のセレビッチですか勘弁だ。親は何も言わないの？最初は何も言わなかった。ちょっと病んで病院行き出したら、避けるようになってきた。年収は？当時は600万くらいかな。一応、ニート期間中に服買ったり、病院行った時のお金は自分で出してる。秘書時代一番印象に残ってるエピソードを何か一つ。社長について受付のとこで客人を待ってた時、社長がちょっと外れた隙に受付の女の人に、すっごい勢いで文句言われたこと。若いからって調子の女とか、秘書ごときが偉そうに、とか全くの偏見。受付と秘書って仲悪いのか。うちんとこの受付は20代後半の人だったからね。その時私はまだ23だったし。しかし23の秘書ってちょっと若すぎる気がするんだが。普通、秘書ってそんな年齢でやるのか。受付よりは大変な仕事だろうから、逆にそう思うんだが。私もまさか、いきなり秘書として使われるとは思わなかった。最初は秘書課の雑用みたいな感じなんだろうな、って思ってたら半年くらいで、ちょこちょこ連れてかれるようになって、周りの視線にて、もしかしたら周りの人が、社長になんか言ったのかもな。セクハラもあったようだし、マジに愛人要員として抜擢されたのでは。は、まさか。それあるかも、うわ、クビになってよかったのか。先ほどのスレ主も受付嬢と一悶着あったようですし、秘書は何かと目の敵にされてしまうのでしょうか。確かに秘書というと有能そうなイメージがありますし、同性からは変な妬まれ方をされてしまうのかもしれません。身長はでかい方？171あるからそれなりにある方かな。171はでかいな、女だと相当でかい方。背が大きい女の人ってお尻も大きいよね。83だからそこまででかいわけでもないと思うんだ。っていうかおなごに尻でかいとか、ちょっと気にするから、やめて。多分会社受付の女は、身長の高さとかに嫉妬したんだよ。醜いなその受付女。もうね、あのケバい女。大して可愛くもないのに受付とかやっちゃって。私がやった方がよっぽど様になるわ。なんてな。なんて業界？ニート業界。自宅警備会社。北海道支部。秘書やってた頃の会社の業界。普通の商社よ。クビってことは退職金とかなかったのですか？なかったのですよ、あると思ってたのに。おかげで貯金が、それでもまあまだなんぼかあるけどさ。こちらのスレはこの辺りで終わっています。終始明るいノリのスレ主でしたが、いきなりクビにされてニートになったことを考えると、なかなか大変そうです。ゆっくりおのチャンネルでは他にも、珍しい職業のスレを紹介しています。ぜひ他のも見てってください。